弁護士のたけしです今日から奨学金1億円プレゼントの第1弾が始まります第1弾は起業家の前澤友作さんと一緒に勉強を頑張りたい人に向けて総額1500万円1人5万円を300名の方に届けます岡野香です亀さんその1500万円はどうやって用意したんですかまずね今回の第1弾の1500万円俺が出したのが1000万円 そこに前澤さんがさらにね500万円上乗せしてくれて総額がね 1, 万円とということになったその総額 1, 万円もらえる人人ってどんな人なんななですか、うん、今回はただのねお金送りではなくて勉強を頑張ってる人に向けての勉強のための支援金やからすでに勉強を頑張ってる人はもちろんこれからね勉強なんか頑張ってみたいなっていう人とかあと学生だけじゃなくてね社会人とか主婦の人とか。 あとは子どもの教育費に当てたい人とかこういう人もいいのかなと思ってる学生以外も勉強のための、ね、支援が必要な人はどんどん、ね、応募してほしいそもそもなんんでで勉強ののたための支援金を送ることにしたんですかもちろんね一人一人の勉強を応援したいっていうのもあるんやけどその一人一人のね勉強を応援することを通じてね俺日本のね学力を強くしたいと思ってる、ね、俺もね今でこそ弁護士やってたりとかさ会社の社長やったりしてるけどもともとはただのね高卒のフリーターやってん。 高校卒業してから10年間無職フリーータアルバイトをね掛け持ちしながら法律のね勉強頑張ってたんやけど勉強ってやっぱすごくね孤独やったり先が見えなかったりするやんうわまた不合格やった来年はどうなるんやろう昔の友達は社会人として活躍してるのに俺だけまだ浪人生やあ腹減ったなーでも貯金も減ってきたし水でも飲もう みたいな感じでねねどどんどん精神がねすり減ってくる俺もそういう生活をねまさに送ってたからね分かるねなんかその希望と不安がね交錯するようなねそういう勉強を頑張ってる人の気持ちだから今回ね奨学金をプレゼントすることで不安とかね孤独の中で頑張ってるね一人一人を応援すると同時に日本全体のねそういう学力の底上げみたいなところでもね貢献できたらいいかなと思ってね前澤さんがね企画していたコラボお金送りその活動に参加することにして。 今回の第1弾の奨学金プレゼント応募方法とかか締め切りってあるんですか概要欄にさ詳しく書いとくけどさまず俺のツイッターをフォローして前澤さんのツイッターをフォローする前澤さんの方のツイッターに応募フォームみたいなのが設置されるはずやからそこからねフォーム送信して申し込む。 注意が必要なのはこれ締め切り日もあってスタートはね今日22日月曜日からなんやけど丸1週間たって2月28日日曜日の夜に締め切られるから申し込みたい人は忘れる前にね今日中に申し込んでおいた方がいいと思う。 こののの動画の概要欄にも、ね Twitter のとかね、貼っとくから、ね、ぜひねそっちの方からも見てほしい。で今回この1週間でやるのはね前澤さんとの、ね、コラボ企画ということで第1弾なんやけど俺自身でね第2弾も用意していて残り9,000万円これはね前澤さんと一緒ではないんやけれども岡野武のツイッター上で毎週ね予算区切ってこれをずっとね継続的に奨学金としてプレゼントしていくっていうのもやっていくから今勉強してる人とか今後何か勉強したいなと思ってる人はぜひこのタイミングでね岡野武のツイッターにお ね、フォローしておいてしていいほあとはね細かいニュアンスみたいなところは動画の方が通じると思うんでこのチャンネルでもね奨学金プレゼント企画今後ねずっと継続的に1年2年かけて追っていくのでねチャンネル登録の方しておいてくださいたけさん一つお願いがあるんですけど、はい、その1000万あるじゃないですか<う>プレゼントしてなくなる前に<う>ちょっと一回触らせてもらっていいですかもう目が真剣やけど大丈夫 <laughs> 見てみたいはい見たいんですよちょっと見ようか これが万円ですかすごいっすねこれ厚みがもうこれ厚みどれぐらいあるんやろうな何センチですかこれすごいっすね三菱 UFJ 銀行でちゃんとこれ帯してそうなんすね出してもらって僕初めて見ました1000万円もうこれが最初で最後やなたけさん今これ僕1000万円こうやって取ってるんですけどこれ見てたら勉強始めようと思いました何の勉強やねんもう自分目の中ドルマークなってるだけやん 奨学金一億円プレゼントの第一弾が今日から始まります勉強を頑張っている人これから勉強を頑張りたい人どんどん応募してきてくださいみんなの夢や目標が一歩前進するのを楽しみにしていますそれではまた次の動画で